はい、こんばんは、エンゾです。えー、っと、今日はちょっとパンローリングさんで収録があったもんで、今帰ってきて、あのこれから収録します。えー、っと、ダウが今、プラス482ドル高ということで、一時ダウ先マイナスだったんですけど、また上昇してきてますよね。強いですね。で、今日これですね、新規失業保険申請件数が発表されました。えー、っと、ご存知のように、これ、毎週、 えと木曜日に発表されるんですがアメリカの新規失業保険申請件数今回は660万人ということで前回、えー、3月28日の686万7000件より申請者数が少し減ったということですね、まあ、26万人ぐらい減った今までこの26万人って申請者の数ぐらいだったんですけどし減った分になっちゃいましたねで3月21日は330万7000人 ということで、えー、っとその前、これ見てください20万3000人だったのが10倍になってそこから2倍になってまあ、若干落ちたということでこのやっぱり今、アメリカ中が結構ロックダウンになってる中にこの雇用っていうのが非常に大事ですよっていうお話は何回もしてきたと思うんですよね。で まあアメリカの雇用って日本とちょっと違ってこれまあ一時期給とかそういう人たちも申請してえまあそれで食いつなぐってとこもあるんで日本のやっぱり退職っていうのとちょっとイメージが違うんですがあとこれ申請がすごくしやすくなったんですね制度が変わってまあそれでこのようにあの申請数が増えてるんですが。 えっとここでも話したようにゴールドマンが失業率 15%GDP 第一クォーターですね GDP マイナス35%っていう予想が出て、まあ、GDP の方はまだちょっと出てみないと何とも言えないんですが失業率15%っていう数字が まあ、えそれごとじゃなくなってきたなあという感じですよね。だから大体300万人でアメリカの失業率、それが、まあ、これ、失業保険の申請なんですが、失業者にカウントされると2%ぐらい失業率引き上げるんで、今、そうするとまあ、45%は最低でも引き上げるレベルということは、 3.5だったのが先月、あの先週発表された失業率は4.4%だったんで、まあ、その分がカウントされるかどうかなんですけど、10%ぐらいまでいくのはもうマーケット完全に折り込んでる。もしかしかたら それでもこのダウが今日今554ドル高なんですけどこの失業保険申請件数を見てこれだけ上がってるってことは失業率15%ぐらいももうちょっととりあえず折り込んでるのかなという感じがしますねで今のところは数字云々というよりすごく未確定な部分が多いじゃないですか未確定な部分が多い中で数字云々言ってもしょうがないんでそうであればこの FRB のゼロ金利と財政出動2兆ドルを材料にして株買いっていうふうになってるのかもしれないですね。で、あの FRB の、ね、バランスシートってすげえ膨らんでて、えっとちょっとお待ちください、ごめんなさい。えー、っと。う FRB のバランスシートなんですが、少しお見せしたい例がありまして、えー、と、うん、これだな。 これですね。はい。ごめんなさい。FRB のバランスシート。要は、これって FRB のバランスシートって何ですかってい、えー、うと、あのー、要するに、あ、ごめんなさい。うまく、出、うん、ないですね。で、あのー、要は、リーマンショックの時、f フェって、 えと100兆円、まあ、ざっくり100兆円ぐらいの資産を持ってたんですが、それが400、500兆円ぐらいになったんですね、でだから400兆円ぐらいこう国債とかいろいろなものを買ったで、それを徐々に減らしていこう景気よくなったんで減らしていこうって始め,たの始めて、まあ、37、80兆円ぐらいまで落ちたんですが、わ、まあ、かりやすいように円価で、ざっくりな円価で言いますね。 落ちたんですがここ1ヶ月で、えっと、600兆円ぐらいになってるんですよ。ってことは200兆円ぐらい一気に買ったって一気に国債買ったってこれすごくないですか200兆円国債とか買ってばらまいてあの市場にばらまいてるっていうのでいかに急速にお金ばらまいてるかっていうのが分かると思うんですよね。だからそうなってくるととりあえずここから先はすごく不透明だけどその不透明は少し。 数字が出てきてから考えるとして今はこういう金融政策と財政出動で株買えみたいな風にある程度の悪い数字が出てもそれを無視して買ってるってしか思えないんですよ。だって不確定で少なくとも景気は良くなるはずないんでまあもちろん1ヶ月とか2ヶ月で終われや あのよくなりますよ v 字型ででも少し長い,いけばそう簡単に戻らないんでそう考えるとそのやっぱり悪い材料はとりあえず確定して出てくるまではあのいい材料に反応しようって今そういうステージだと思うんですよね。まあ、そうじゃないとちょっとこの株高考えられないってくらいなもんでえっ、ー、と非常に堅調な数字で。えーと がなってるとただ、えっと、アメリカ人の消費行動って非常に重要で、やっぱりアメリカの消費があるから、GDP の7割以上は個人消費なんですよ、それ、他の先進国は6割ぐらいなんですが、いかにアメリカの個人消費が重要かっていうことが分かると思うんですよね。で、クレジットカードでリボ払いでお金借りて買うじゃないですか。 で今週ぐらいからアメリカの、えっと、銀行の決算出てくると思うんですがそこでおそらくトレーディング部門とかって儲かってると思うんですよねこれだけ動いてるんで、えっと、クレジットカードの部門とかでそういうもののデフォルトが起こってないかどうかっていうのがすごく気になりますよねあのやっぱり消費行動がなんでそれでやっぱりそういう カードとかの損金が出てきて、まあ、デフォルトが起こってるとすると、そういうロスが増えてくるわけじゃないですか。まだその住宅ローンとかそういうとこまでは行ってないと思うんですけど、クレジットカードとかの損金が銀行の決算で出てくるようであると、ちょっとそういう投資行動がすごく落ち込む原因になるかなと思うんで、まあ、ちょっとそこらへんはやっと銀行の決算見極めたいなというところですね。で えっと、ここでも何度もお話したと思うんですけどこれまあ5ドル円のチャートなんですねで5ドル円上がってますよねリスクオンになるんじゃないかってお話はさせていただいたと思いますでそのリスクオンでどういうふうなリスクオンになるかっていうとドル安になるといいんじゃないでドル安だけどドル円があんまり落ちなくてユーロとか5ドルとかポンドが上がってクロス円が上がる いわゆる円安、クロス円の円安のリスクオンがいいんじゃないって話したしたと思うんですよね。まあ、それが一番オーソドックスで株高。で、今そうなってるんですやっぱりドルインデックス100.20ぐらいからここ2日間ぐらい落ちて、100割れて99.62ぐらいじゃないですか、今。だからドルインデックス落ちてきたんで、一応、あのめ珍しく円増の予想も当たってたということで、ドル売りのリスクオンの動きに今なっています。で、 その中で、まずはドル円、ドル円あんまり動いてないですよね、だからやっぱりドル安ですよね、ドル安だけど108円の今、6、7ぐらいっていうことは、そんなにドル円落ちてない、109円台はこの前も言ったと思うんですけど、輸出税が売りますので、ここはキャップされてる、でも落ちたといっても108円の5丸あたりも超えないで、108円台、中盤から後半でうろうろ。 してるっていうまあこの状態は一番黒線が上昇しやすすいパターンですよねまあ、もちろんドル円も上がっちゃえばもっと黒線上昇するんですけどまあ今はやっぱりドル安の相場でユーロドルはどうですかっていうとユーロドルもじわじわ今上がり始めてますよねこれ全部時間足ですでえっ、ー、と今日デイリーピポットが1.0860ぐらいだったんでそこの辺りこう 何度もサポートされて、えー、上昇してきてこれ1.0935ぐらいにこれピポットのレジスタンスなんですよねでここが一瞬今止められてますよねで前回の高値をちょっと超えつつあるんだけど RSI 見ると80の手前で止まってるんでんここ抜けるかどうかなとユーロは比較的、あのー、戻りが鈍いんですよで5ドル見てみましょうか ードルもずっと3日間上がってますよね、じわ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 。この0.6がサポートされた後こう毎日毎日上昇してきて、今日も0.625、ま、まずは0.62あたりがレジスタンスになってて、打ち返されたんですが、今日昨日そこを抜けてきて、なおかつ落ちるんだけど、この抜けた0.62が今日ちょうどデイリーピポットになってますよね、ここが、そこがぴったりサポートされて、 5ドル、えっ、ー、と、ここ2時間、2、3時間で反発して、レジスタンス、えー、ピポットのレジスタンスの6、2、えー、80あたりを抜けてきてるなぁという感じで、うん、これ、日足で見てみましょうか。うん、日足ちょうど、 えっと3月9日にストーンと落ちたところの安値のところですよね。で今までこう抜けなかった0.62台前半を抜けてきたんでまあ、えー、ここ61.8%だったんですよね。あのー、落ちる前って0.67から、えー、0.55ぐらいまで落ちて一度戻って0.62打ち返されてこれ61.8%。この 0.67から0.55の61.8%の0.62201度。 落とされて今そこを抜けてきてるんで次は78.6の0.6430ぐらいですねターゲットねでここ落ちる前のサポートだったとこじゃないですかだからえっと実はね僕5ドル変えてなかったんですよね5ドルじゃねえかって言ってたんですけど残念ながら5ドル変えてなくて悔しいなという感じでえっと まあもし押し目があるとしたらこの0.62にストップを受けるところだから62の中盤から前半がもし押し目があったら0.6190ぐらいストップでエントリーしてもいいかなと5ドル買うんだったらねいいかなっていうふうには思ってます。 でまあ、ニュージーランドも戻してきましたよね。ニュージーランドも戻してきて、この前回の高値の60の70ぐらい抜けられるかどうか。やっぱりゴードルが一番戻してますよね。ゴードル売りだ、売りだって言われてた分、やっぱりちょっと戻してるっていう感じで。で、と、ゴードル円も。 こんな感じですよねあの前回高値の67円60抜けてきて、えっ、ー、とこの69円のところですね、69円抜けら69円から69円の30のゾーン、ここのここですよね、押締めつけたとこと戻し戻って戻りきれなかった、69円から69円30のゾーンを抜けられるようであれば、72円ぐらいまで行っちゃうんじゃない、72円の手前まで行くんじゃないかなと思ってます。 まあこれ、リスクオンが続くかどうかというところですよね。うん、まあだからユーロ円とか比較的戻ってないんですよ、こうでしょ。だから121円から116円ぐらい結構戻してんだけど、意外に戻りが弱い。やっぱりこのマーケットなんか、まあゴードル円が一番良かったですね。ポンド円も、ポンド円も徐々に戻してきてますよね。で、えー と、あとは日経平均の先物を見ましょうか。変わったかなちょっと見にくいかな見にくいから消しますか。はい。えーっと、ま、あ1万6000割れが先物あって、 戻して、えー、1万9450円、ここのところ昨日一瞬抜けたんですよね。850円ぐらいまで行ったんですけど、そこから1000円、あ、これ時間しでやった方がいいかな。まあ明日 SQ なんで、現月もう交代なんですけど、850円、えっと、までとっで。 一度1000円落ちたんですねねほぼねここのとこやっぱりニューヨークも寄り点になっておとといですよね850円860円ぐらいつけてドーンと落ちたんですけどやっぱりこの18,500円から600円のこのゾーンを何度もサポートしてえっとまあここサポートされたから大丈夫だろうなと思ってあの先物の,のロングずっと持ってて昨日も あの上昇したんですけど、引けにいい感じだなと思ってたら、引けにあのユーロ圏の財務省会合が決裂ということで、ここもドスンと落とされたんですけど、また1万8800円あたりがサポートされて、じわじわ上がって、今日引けにかけて、突然、えっと、1万9200円ぐらいのところから550円ぐらいまでいったじゃないですか。まあ、ちょっとこれ やっぱり引けの引けの受給かなと思ってあのー、インチキだろうなと思って下がるあとで下がるだろうなと思ったらやっぱり下がったんですけどまあ19,200円ここ6月もの215円ぐらいでしたっけ安値つけて戻してますよねんだからだんだんやっぱり切り上げてきてるんですよ安値をこのパターン強いパターンですよね安値を切り上げていく、まあ、上髭げ ヒゲっていうか、上、つけて落とされるんですけど、安値が切り上がってるんで、三角持ち合いでも、やっぱり上昇圧力強いなという感じです。やっぱりこうやって RSI がね、80超えたところって、一旦売り出ますよね。で、今日えっと1万、前回高値の850円、まあ、2万円ですよね、2万円超えられるかどうかってとこなんで、明日 SQ なんで、ちょっと2万円超えられないとは思うんです、今日はね。 思うんで、明日以降どうなるかというところで、えー、だと思います、まあ、基本は、あのー、僕、ここで言ってたと思うんですけど、あのー、リスクオンの動き続くんで、株高、円安じゃないかで、円安でも一番いいパターンの円安はドル売りなんで、 どれあんまり動かなくても他のものが上がればということで5ドルが一番良かったですよね結果としてはねそれはまだ続いていると思いますまあこれメルマガの読者の方ではどこで買ってとかってちゃんと言ってるんでご存知だと思うんですけどまあうーんあの経済指標も出てきちゃったんでえー、っと今度注目されるのってやっぱり 4月後半の PMI とか、本当に数字が具体的に出そろってくる頃だと思うんですよね。であの、少し欧米が沈静化しつつあるじゃないですか、例の,あの感染の問題が。決してまだ油断できる状態だじゃないけど、最悪期を少しこう脱出しつつあるのかなというところもいい感じになってるんで、ここからはそれが続くのであれば、脱出する、最悪期を脱出しつつ ある動きが出るんだったら実体経済を見に行くということでもうしばらくそれを見る確定するまではちょっとアメリカのな、ね、い決算とかが心配なんですけど日本も決算が心配なんですけどリスコンの動き続くかなといって今、C、あの CNBC 見てたらパウエルさん話してますね。Uh, we are at,、uh, targeting area、mm, of importance of economy.、Mm. まあ話してますねちょっとダウンの上昇が一服しつつあるんで,でそうですね、えっと、そういうまだリスクオンの動き続くと、えー、思っていますで明日と月曜日グッドフライデーって言ってあのー、欧米はイースターホリデーなんですよねでこれが結構一番欧米はクリスマスとこのイースターは結構、えー、休みが長い 休休みみななんんでで欧米っってて結構長い休みってないんですよせいぜいクリスマスも2日じゃないですか。で銀行を、えっと、2日以上休業しちゃいけないっていうのがあるんで土日挟んでせいぜい1日1日ぐらいなんで2日連続銀行休んじゃいけないみたいな感じなんでここは金曜土日月と休みがあの あのヨーロッパあるんでちょっと長い休暇なんでまあ長い休暇といっても皆さんちょっと出歩かないとは思うんですけどやっぱりそういう意味じゃああのポジションクローズの動き出るのかなということでまあこのショに日経平均のショートカバーなんかも外国人の先物の買い戻しかなっていう感じはしますよねその休暇,休暇前の。とはいえ今原油価格26ドルということでえーとユーロ圏財務相会合えおよび、えー オペック会合、オペックプラスとかで、えー、ちょっとちゃんと手打ちができるというか、決まらないとここら辺も不安材料になるので、えー、まだ安心はできないんですけど、基本はリスクオン継続かなというふうに見ています。まだ結果出てないですよね、オペック会合とか、ユーロ圏財務省会合。ユーロ圏財務省会合は、緊急のものが、えー、と財政支出が、 出るかかどううっていうこととあの、うん、ですよね、まあ、今のところあのインフレっていうのは最初にあの心配することではないってパウエルさん言ってますけど、まあ、当然ですよね、この状況でインフレになるとは思えないし、まあ、世界がゼロ金利になるってことは日本を追ってきてるなそういう意味じゃ日本って一番フロントランナーになってるなっていうある意味、まあ 嬉しくないんですけど、フロントランナーかなという感じがしますよね。で、まあ、ちょっとこれ、あのー、ディレイしてるんで、あのー、今の実際の、あのー、先ほどのチャートは少し形は違ってきてるかと思います。今ちょっとね、えっ、ー、と、1万、えー、9500円台から500円割れぐらいまで落ちてきてますけど。ということで、あのー、まだ、明日 SQ なんで、 えっと、リスクオンの状況は続くというふうに考えています。ということで、えっと、いつも昨日も一昨日もいっぱいいねつけていただいて、どうもありがとうございます。励みになりますので、えー、またいいねとあのもしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。まあ、こんな時期ですけどね、えっと、トレードのチャンスはあるんで、みんな頑張ってトレードして少しでもあの稼ぎましょう。えー はい、ええー、また明日。さようなら。